ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。母ちゃんとか神さんとか子供とか誰かは心配してんだろう。俺は迷惑はごめんだ。ああそうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あのよ、おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや生きてるよ。へえ、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああこの男の生命力あっての結果ってとこだ。ああなんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大漁だ。あんたも一匹食うか。おっ、お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああマジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。え、どうした。そう、いろいろ聞きたいことが。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒がしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん、でも見りゃ分かる通りここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだぞ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え、ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る。殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。
自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。分かったか？分かったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。めんどくせえな。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも、恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？一番。春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え、そうなのか。ああ、これは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは？ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。稼
稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え、本当か？ああ間違いない。今日はついてるぜ。それ。なんだくそ。変な希望持たせるんじゃねえ。だが。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。分かったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな、しっかりやれよ新入君。Ciao.
Ha ha ha.